飛んじまった。な、何もや、お前。チュートリアル中の、みんな。キリュウちゃん。あ、兄貴、キリュウって、武器持ってる。傘だった。道島の竜。キリュウ、カズマちゃんや。お久しぶりです。マジマの兄さん。上司？何その眼帯。マジマさんってでも名前聞いたことあるよな。組長マジマ。お前組立ち上げるって話じゃない。違う組の人だな。そうや、うん、甘いなキルちゃん。甘々や。けじめはしっかりつけんと。まだまだ行くで。血の雨が降るってはぁ言ってました。何や、その辺で。お前のためにやっとんのやろが。もう十分ですから。世話焼き。ほう。ま、ええわ。お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで。はい、覚えておきます。でも。あ？でもなんや。あ、怖い。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。ふん、どんなやり方でやるっちゅんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を。やばいって、その傘貫きます。なんや、踊れは俺に喧嘩売っとんのか。ええー、やろ、いっちゅやっとるか。傘じゃなくてよかった。根性あんねやったら殴り返してくげ。え、殴り返さない勇気。これで気は済みましたか。うわおい、メインウェポンそっちなの。でー銃刀法違反ですが、俺は自分の考えを変えるつもりはありません。かっこいい。何があってもか。ええ。ふん。わかったよ。うわ、もう情緒わかんな。ほな、お前のその覚悟見届けさせてもらう。何、なんか苦手かも。四六時中ずーっとね。え、自分の組の仕事は。でも、もし筋が通っとったら俺との喧嘩買うてくれるか。嫌だ、こんな押し売りの人。その時になってみないと。よっしゃ。何このテンション、好き。ほな、どないしてお前をマジにしたるか早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ、それでいいんか。え、組長って書いてあったよな。12歳ぐらいじゃないの。見てよ、桐生さんもこの顔、変なの絡まれちゃったよ。